こんにちは第一種電気主任技術者の平です今回は令和6年度上期に出題された電種理論科目の全問題を解説します最初に問題を解説する前に今回の理論科目の特徴について説明をします。今回の問題の特徴は前回と同様に過去問率が高いですが選択肢入れ替え問題が新たに追加されたので過去問を丸暗記しているだけでは きづらい問題が増えましたそして、取材された過去問がこちらで過去問からの取材が18問中16問うち4問が類題5問が選択肢入れ替え問題でした。また、年度ごとに取材された過去問の数をまとめたデータから分かるとおり過去問については20年以上前の問題が取材される一方で前回の試験の問題も取材されるようになりました。ちなみに前回の 令和5年度下期試験のデータがこちらで、全問・過去問からの出題でした。なので、今回の試験は、前回の試験よりも難化したことから、合格率が低下する可能性が非常に高いです。ちなみに、平成20年以前の問題は、試験センターで公表されていませんが、平成20年から平成14年の問題については、実況出発さんで解説され、また、平成13年から平成7年の問題については、 連算集理論のの過去問題1995-2007書籍でままとめられていますなお、理論科目の問題は、最近、過去問からの出題が多かったですが、その理由の一つとして考えられるのが、試験が年2回化になったことと、CBT 法しが採用したことにより、出題する問題が多くなり、使い回しをせざるを得ない状況になったためです。そして、過去問が増大した結果、 合格率は高くなっています。ですが、この傾向の場合、丸暗記でも合格してしまうため、その対策として、選択肢を入れ替えたり、類題を増やしたりしたのだと思います。では、次のスライドより問題の解説に移ります。では、問1を取りていきます。問題文より、図1に示すような2つの有電体がなる平行平板電極について、上部電極に電圧を超えた時の電極間の等電位線の分布を示す断面図を選択する問題です。 はじめに図1において、2つの有電体に生じる電速ミスを D は等しいです。ここで、それぞれの有電体に生じる電解を E1、E2 と解くと D は、イプション1、E1、イプション2、E2 と表せるため、イプション1、E1 イコール、イプション2、E2 となることから、e、E1、ダイナリ E2 となります。次に、有電体の電位をそれぞれ V1、V2 と置きます。ここで、 油電体の厚さがそれぞれ等しく D であるとすると、電位は V1 イコール E1D、V2 イコール E2D となることから、V1、ダイナリー、V2 となります。よって、等電因線は同じ厚さであれば、電位が高いほど密になるため、過去語が固体となります。では次の問題に移ります。次に問い人を問いていきます。問題文より空気中に固率した半径 A の動体球に対電できる、 最大の電荷の値を求める問題で、空気の絶縁体力及び有電率はそれぞれ EM、イプション0とします。はじめに、半径の導体球に対電できる最大の電荷を QM と置きます。ここで、電荷が最大のとき、導体球表面に生じる電界は EM となるため、EM は EM イコール 4π イプション 0A2 乗分の QM となり、これを QM についてとくと、4π イプション 0A2 乗 EM となりますでは次の問題に移ります。次に問い算を解いていきます。問題文より時期に関する用とその単位記号の組み合わせとして誤っているものを選択する問題です。この答えは時速です。まず磁束ファイはファラデーの法則より EV イコールマイナスデータ t 分のデータファイの関係がありこれをデータファイについてのことデータファイイコールマイナス e かける デルタ T となります。よって単位はボルト s と表すため誤りとなります。では次の問題に移ります。次に問い4を解いてきます。問題文より図のように AB2 本の平行な直線導体があり、互いに逆方向に電流が長いているとき、点 P における合成磁界が0になるときの AB 間の距離 L を求める問題です。はじめに図において、導体 A および B の電流により、 点 P に生じる磁界の強さを HA、HB と置きます。このうち HA は、2π×0.3 分の1.2から π 分の2となり、また HB は、2π×L プ0.3分の3となります。ここで HA、HB は、導体 A、導体 B の電流の向きが互いに逆であり、また、点 P の構成磁界が0のため、HA HB となるため、このような 方程式がり L L について解くと L イコールメートルと 0.45m なりますでは次の問題に移ります。次に問い合を解いてきます。問題部の下線より、回路の抵抗 R イコール14 ω の消費電力を求める問題です。では、重ねの理を用いて解いていきます。最初に図において、80V の電圧源を短絡したときの R イ長い電流を求めます。まず、青枠の 合成抵抗が30オーム、緑の枠の合成抵抗が40オーム、茶色の枠の合成抵抗が20オームのため、電圧源に流れる電流 i1 は1アンペアとなります。また、R に流れる電流 i2 は、緑の枠の合成抵抗が40オームで、並列に接続している抵抗も40オームのため、2分の 1i1 から0.5アンペアとなります。同様にして、 60V の電圧源を短落して電流を求めると RE 長い電流 i4 は 0.6667A となります。よって RE 長い電流は左向きを正とすると -i2 プラス i4 となるため 0.1667A となることから消費電力 RI2 乗は 0.28W となります。では次の問題に移ります。 次に問い6を解いてきます。問題文より図の回路の抵抗 R を求める問題です。はじめに抵抗1オムに流れる電流を I とくと、抵抗6オムに流れる電流は 0.3＋I となります。ここで茶色の閉回路について回路方程式を立てると、9＋4 イコール6かける括弧 0.3＋I プラス I となり、これを I について解くと I イコール1.6アンペアとなります。 次に、青の閉回路について回路方程式を立てると、9プラス3イコール 6×0.3 プラス i プラス 0.3r となり、これを r について解くと、2.0オームとなります。では次の問題に移ります。次に、問い7を解いていきます。問題文より、起電力が E い,いで、内部抵抗が r の電池に、抵抗 r1 と可変抵抗 r2 を並列につないだときの、 抵抗 R2 から発生するジ重量ですが最低となる抵抗 R2 を求める問題ですはじめに問題文の条件より回路は図のようになりますこの回路についてテブナの定理を使い R2 に電圧源が接続している回路図を作図しますこの場合テブナの定理により変換される電圧源の内部抵抗は電圧源を短絡した場合の R2 から見た抵抗のため R プラス R1 分の RR1 となり、また E0 は閉館後の電圧源の電圧です。この回路図において、抵抗 R2 が発生する充電率が最大となるのは内部抵抗と等しいときのため、R2 イコール R プラス R1 分の RR1 となります。では次の問題に移ります。次に問い8を解いてきます。問題文より回路 AB および回路 A と回路 B を直列に接続したときの共振周波数がそれぞれ FA FB、FAB である場合の対称関係を求める問題ですはじめに FA は公式より FA イコール 2π√LC 分の1となりまた FB は 2π√2LC 分の1となります次に FAB は合成インダクタンスが 3L 合成静電容量が2分の4のため 2π√1.5LC 分の1となります よってこの式より大小関係は FB 小なり FAB 小なり FA となりますでは次の問題に移ります次に問いキを解いてきます問題文より電圧 E と電流 I による有効電力の値を求める問題ですはじめに各周波数がオメガの成分について位相差が6分のフイのためこの成分同士の有効電力は PY イコールルート2分の100かける ルート √2 分の 20×cos6 分の π から5 0 0 √ 3ワットとなります一方、各周波数が3オメガの成分について位相差が3分の π のためこの成分同士の有効電力は P3 イコール,ルート √2 分の 50×√2 分の 10√3×cos3 分の π から1 2 5 √ 3ワットとなります ここで E と I による有効電力は公式より P1 プラス P3 となるため 1.08kW となります。では次の問題に移ります。次に問い G を解いていきます。問題文より図の回路のスイッチ S を T イコール0で閉じたときの電流 IS の波形を選択する問題です。なお、スイッチ S を閉じる直前に回路は定常状態にあったものとします。はじめにスイッチ S を閉じた後の 茶色の閉回路を長い電流を ILT、青の閉回路を長い電流を ICT 解くと、IS は ILT と ICT の和になります。次に ILT について IL0 はインダクタンスの効果により電流が長いないため 0A となり、また IL 無限大はインダクタンスの電圧効果が0となるため 1A となります。さらに ILT の時計数は タウ L イコール R 分の L から1秒となります。次に ICT について、スイッチを閉じた直後のコンデンサーの電圧は1トのため IC0 は1アとなり、また IC 無限大はコンデンサーの電荷が0になるため0アとなります。さらに ICT の時定数はタウ C イコール CR から2秒となります。ここで時定数はタウ L の方が短いため ILT は ICT よりも変化の速さが速いことから IS のグラフはカッさんのように初期の項で1アンペアより大きくなりその後1アンペアに落ち着きますでは次の問題に移ります次に問い11を解いてきます問題文よりバイポーラートランジスタと電解効果トランジスタ FET に関する記述として誤っているものを選択する問題ですこの問題の答えは括弧4でバイポーラートランジスタは 電電流制制御御素素子子は圧ですでは次の問題に移ります。次に問い12を解いてきます。問題文より真空中に置かれた平行電極板間に直流電圧 V を加えて平等電解 E を作り、この陰極板に電子を置いた場合のエネルギーの関係式及び速度 V を求める問題です。はじめにエネルギーの関係式については電圧に、e、電荷をかけるとエネルギー量に等しくなること及び、 電子の電荷が E のため、1 2分の 1MV2 乗イコール EV となり、これはエネルギー EV がすべて運動エネルギーに変換されたことを表しています。なお、選択肢の EE は電子に働く時間のためエネルギーではありません。次にこの式を V について解くと、V イコールルート M 分の 2EV となります。では、次の問題に移ります。次に問い13を解いていきます。 問題文よりコイルに内部抵抗 R が存在し、R がオメガ L より十分小さい場合、図1から図2の回路に変換したときの等価抵抗 RP を求める問題です。まず、図1の青枠のインピーダンスは、Z1 ドットイコール R プラス G オメガ L となり、また、図2の青枠のインピーダンスは、Z2 ドットイコール RP JRP J オオメメガガ分の L となりますこの2つの回路を比較すると、z1 ドットと z2 ドットは等しくなり、各式を代入して rp について解くと、rp イコール r 分のカッコオメガイル二乗マイナス j オメガイルとなります。ここで、r はオメガイルより十分小さいため、虚部より実部の方が値が大きくなることから、rp イコール r 分の 乗となりますでは次の問題に移ります。次に問い14を解いてきます。問題文より電気計測に関する記述として正しいものを選択する問題で、この答えは、カッコ3のホイートストンブリッジは抵抗を精密に測定できるです。なお、他の選択肢のうち、カッコ1については、クランプメーターは磁界が打ち消し合うように測定すると電流を測定できないため誤りであり、 カッには電圧計の内部抵抗は大きいため誤りです。また、カッ4の設置抵抗計は設置抵抗、カッ5の絶縁抵抗計は絶縁抵抗を測定するため誤りです。では次の問題に移ります。次に、問い1 5、A を解いてきます。問題文より図の交流回路において、回路素子はインダクタンスールのコイルまたは静電容量 C のコンデンサーであり、またこの回路に 制限波電圧 V=500sin1000t を加えたとき、回路に流れる電流が i − 5 0 c o s i 1 0 0 0 t である場合の回路素子の値を求める問題です。はじめに電圧 V と電流 i の波形がこちらでこの波形図より i は V よりも90度を超えていることから回路素の回路素子はインダクタンス L となります。次に回路図において 電圧の実行値を V イコールルート2分の500。電流の実行値を Y イコールルート2分の50。各周波数をオメガイコール1000とくと、V と I の関係式は、V イコールオメガ Li となります。この式より L は、オメガ I 分の V となるため、値を代入すると、10ミリヘンリーとなります。次に、カッコ B を解いてきます。問題文より、 回路素子に蓄えられるエネルギーの最大値 Wmax を求める問題です。はじめに、エネルギーの最大値 Wmax は、回路素子がインダクタンスのため、2分の 1Li2 乗となります。ここで、エネルギーが最大のため、電流 i は、電流の最大値 50A であることに注意をすると、12.5J となります。では次の問題に移ります。次に、問 g 6カッコ A を問い聞きます。 問題文より直流電流計123の最大メモリはそれぞれ 100A、50A、50A でこの3台の直流電流計を並列に接続したところ直流電流計123の C 示値はそれぞれ 90A、40A、35A であったこのことから3台並列に接続した場合において計測できる最大電流を求める問題です。はじめに問題の条件より3台の電流計123に流せる最大電流はそれぞれ I1M イコール 100A、I2M イコール 50A、I3M イコール 50A ときます。また、ある回路に3台を並列に接続したときに、電流計に流れる電流をそれぞれ、I1 イコール 90A、I2 イコール 40A、I3 イコール 35A ときます。この回路図より、並列に接続したときに長い電流の比は、I1 対 I2 対 I3 イコール90対40対35となるため、I1M イコール 100A を流したときに流れる電流の比は、 i y m 対 i2' 対 i3' イコール100対44.4対38.8となります。そして i y m イコール100アンペアが流れるとき、計測できる最大の電流がそれぞれの電流計に流れることから、最大の電流は ,im イコール i y m プラス i2' ムプラス i3' となり、値を代入すると、183アンペアとなります。次にカ B を解いていきます。問題文より、 3台の電流計を並列に接続した状態で別の回路に接続したとき流れる電流が 150A の場合それぞれの電流計の C 値を求める問題ですこの問題の答えは過去5で理由としては電流計1が最も多く電流が流れ電流計3が最も少なく電流が流れるためですでは次の問題に移ります次に問い17過 A を解いていきます 問題文より図2のデータ結線を図3のスター結線に変換したときの C の値を求める問題です。まず C のデータ結線をスター結線に変換した場合、C の値は3倍となります。よって C は9マイクロファラドとなります。では次に括弧 B を解いていきます。問題文より図3を用いて図1の端子 BCD 間をスター結線回路に変換して、図の端子 AD 間の合成静電容量,量、 C0 を求める問題です。はじめに図1において、端子 BCD 間のデータ結線をスター結線に変換すると、回路図は左の回路図のように変換できます。ここで、青枠の合成性電容量,量は直列接続のため4.5マイクロファラドとなり、また、緑の枠の合成性電容量,量は6マイクロファラドとなります。さらに、茶色の枠の合成性電容量,量は 平成接続のため10.5マイクロファラドとなります。よって合成性電容量は4.8マイクロファラドとなります。では次の問題に移ります。最後に問い18、カッ A を解いていきます。問題文より無線通信で音声や画像などの情報を送る場合の記述について空欄に当てはまる語句を選択する問題です。この答えは括弧2です。はじめに信号を信号波より 高い周波数である搬送波に乗せることを変調と呼びその逆に変調されている波の中から元の信号波を取り出すことを副調と呼び特に電波に関しては検波と呼びますそして変調の仕方には信号の振幅の大きさに応じて制限波の搬送波の振幅を変える振幅変調 AM 周波数を変える周波数変調 FM および位相を変える位相相変調 PM がありますでは次のスタイドに移ります。次に、B を解いていきます。問題文よりトランジスタの振幅変調に関する記述として、空白箇所に当てはまる語句を選択する問題です。はじめ図1の回路について、信号波はトランジスタのベースにバイアス電圧 E1 を重ねて加えるため、V2 が信号波となります。また、V2 に V1 を含ませるため、V1 が 搬送波となりますそして V1 と V2 の波形について、反送波は信号波よりも周波数が大きいため、図2において、カッコ A が信号波 V2、カッコ C が反送波 V1 となり、また、カッコ B が変調された信号 V3 となります。次に、変調率の式は反送波の大きさ分の信号波の大きさとなります。ここで図2において、信号波の大きさ V2m イコール 1V。 反送波の大きさを VYM イコル 3V と解くと変調率は VYM 分の V2M となるため33%となり答えは過去5となります以上令和6年度上期に出題された電験三種理論科目の全問題を解説しましたこのチャンネルでは電験の過去問の解説公式の導出などを発信していますよかったらチャンネル登録高評価 SNS 公式を登録していいただけると幸いです。また、メンバーシップも行っているので、興味がある方はご加入ください。これからもご利用をよろしくお願いいたします。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。